できた。ロッド、ベルベイグ、魂の鏡持ってきたよ。本当ですか？よし、試しに使ってみましょう。アマリリスを説得できるはず。そうですね。ではロッド様、またアマリリスさんに会いに行きますよ。今度こそロッド様が麗しのあのお方だってアマリリスに分かってもらえるはずよ。アマリリス、わしはクエストクリア。またそのおじいさんを連れてきたの？何度言われてもその人は麗しのあのお方じゃ。これを見なさい、アマリリス、魂の鏡よ。これにゴールデンロッド様を映せば、ほらこの通り。こそ立ってしまいましたが、ゴールデンロッド様こそアマリリスさんの初恋の人です。アマリリス、人と人魚では寿命の長さが違います。人はあなたの想像よりも早く老いるものです。ひどいことを言ってごめんなさい。もしよろしければなんですけど、私とお友達になってくれませんか？よく考えればお互いのことを全然知らないから。もちろんじゃとも。おお、友達結婚。素晴らしきかな、友達。こちらこそよろしく頼むぞ、アマリリス。よかったわね、二
人は大丈夫。私も秘書としてとても嬉しいですわ。おめでとうございます、ロッド様。末永くお幸せに。いや、まだあくまでお友達だからね。末永くお幸せになるのはまだ早いから。それでも構わんよ、君と一緒にいられるのならな。ロッドさん、さて、お前たちには世話になった。後でわしの館に来てくれるかの。とびっきりのお礼を用意して待っとるからの。クエストクリア。来たか。改めてお前たちには世話になった。そこでじゃ、ベルベイヌ、あれを。はい、どうぞお受け取りください。え、これ水の錬金術の技法書。いいの、ロッド。なんとも、お前たちのおかげで念願だったアマリリスとまた会えた。このことは1億コール以上、いや、金には換えられない価値がある。今回の再会に尽力してくれたお前たちにはこの技法書を送らなくてはなるまい。ありがとうございます、ロッド様。よかったね。ありがとうございます。それを読み、君がさらに優秀な錬金術師になること期待しておるぞ。言われずとももちろんじゃ。仲が進展したら伝えるからの。楽しみにしてます。頑張ってくださいよ、うるわしのあのお方。それでは皆様、これからの旅もどうかお気をつけて。前途ある若者たちに大会の祝福があらんことを。クエストクリア。